はい、こんにちは、メリープの本木です。今日は、ビギナーズカップシャープ3の様子を、サードプランネット横浜本店よりお送りします。はい、早速ですね、今開会式が始まっております。ビギナーズカップシャープ3はですね、2 on 2 2対2のバトルをして、優勝者を決めようという大会です。でですね、ビギナーズカップは、昨年のワールドカップ2017と、この前の春に行われましたスプリングカップ2018、こちらに出場した選手は、今回のビギナーズカップには参加できないというルールになっております。ですので、初心者から、中級者のプレイヤーが中心になって、誰でも、気軽にご参加いただけるような大会となっております。それでは本日の、対戦表をちょっと見てみましょう。本日は、全部で12組ですねの、プレイヤーの方にお集まりいただいております。第1ブロック、第2ブロックそれぞれ、6組ずつ分かれてですね、リーグ戦を行って、上位2チームが決勝トーナメント進出するという形です。さあ、それでは、ビギナーズカップシャープ3、はい、第1試合が間もなく始まります。第1試合からしたいと思います。リカちゃんお願いします。ブルーサイドがタノシアス、レッドサイドがイトワズというチームの対決になります。さあ、ビギナーズカップシャープ3開幕です。さあ、早速始まりました。アドビリアンスカップ初の2オン2大会でございます。なんとね、1試合目からして、さあ、先制点取ったの楽しやすですね。女性のみのチームは、こちらあまり、ちょっと僕はあまり馴染みのないチームなんですけど、結構最近多分練習されてる方ですね。イトワズはもう、ビギナーズカップとかは結構常連で、先日のサマーカップ予選も出場していただいてますけれども、なんでかなり強いペアだとは思うんですが、まさかまさかですね、タノシアスが2点リードという形で残り30秒。しかしここで強いですね、タノシアス。さあ、ここの後ろにいる選手陣がどよめいておりますよ。はい、点差残り20秒というところで追いつきました。さすが意図わず、試合巧者というところでしょうか。ただタノシアスリードを奪いますね。すごいですね、残り10秒。さあ、このリードキープすることができるか。さあ、おっと追いついた。おっと、だが2点いきなり連続ヒットで最後決めて9対7。これは初戦から大番狂わせですね。タノシアスが勝利です。さあ、次の対決が、レッドサイドがアヒル組、ブルーサイドがダブル HP という戦いです。さあ、ブルーサイドがダブル HP、 レッドサイドがアヒル組という対決です。さあ、試合開始です。さあ、アヒル組が先制ですね。翔選手2431、リッキー選手3331という組み合わせですね。対する WHP の方が、2人とも4321とかなり攻撃的なパラメータ振りになってます。ただ点差は1対4でアヒル組優勢ですね。さあ、アヒル組の2人は、まあ、最近始めたプレイヤーではあるんですけども、すごい練習量を積んでいるので、もう初心者の域ははるかに超えたぐらいの実力を持っているんじゃないかなと思います。さあ、残り40秒後半戦というところで点差は6点。さあ、翔選手がすごいですね。ヒットレート 41% 以上という形で。
球数も、しっかりと出せてますね。さあここで最後シールド出して逃げ切ろうというところでしょうか。ヒル組の方ですね。さあこういった細かいところの、試合展開も非常にうまいですね。さあかなり本日の優勝候補になるんじゃないでしょうか。さあここで終了、5対11でアヒル組の勝利です。さあ次の対決が、レッドサイドが、バチバチスタンガン、ブルーチームが、ビレックスゲームスという対決になります。さあレッドサイドがバチバチスタンガン、ブルーサイドがビレックスゲームスという対決です。さあバチバチスタンガンの方はどうやら、最近始めた初心者チームのようですね。対するブルーサイドのビレックスゲームスの方は、ビレックスゲームスというだけあってビレックスの、店員さんのチームですね。ユーリ選手はまだまだ始めたばかりではあるんですが、早くも王者バチャゴナピーポーの一員として、先日も戦ってましたけど、かなり、強い選手ですね。近すぎて、ね、自分 のパンチが頭に当たりかけるので、ね、気をつけてください。やはり点差は広がってしまいますね。7対1。さあ、いいですね。バチバチスタンガンの方はいろいろと作戦を考えてやっているようですが、なかなかちょっと通じないですかね。さあ、残り20秒。さあ、一方的に、あ、危ない。一方的にやられてしまってますが、さあここで試合終了です。14対2でフィレックスゲームスの勝利です。12対14でブルーサイドフィレックスゲームズの勝利です。おめでとうございます。次の対決がレッドサイドがマックス・ファクター、ブルーサイドがレゼネンスという対決になります。さあ間もなく始まります。ブルーサイドの方は脳内金の亡者とチーム名表示になってますが、これ前の名前みたいで、今回は登録名レゼネンスというチーム名で登録してますね。さあ、レジデンス対マックス・ファクターの対決です。さあマックス・ファクターの方はもう、大会常連チームですね。かなりの、試合巧者のチームですが、さあやはり先制点はマックス・ファクター取ってますね。さあただレジデンスの方もすぐ1点取り返しますね。さあ矢野選手とかも、かなり練習、結構しているようなプレイヤーですので、しっかりとした戦い方できるんじゃないでしょうか。さあ点は、さあここで1点入って2対1でマックス・ファクター1点リード。さあ残り40秒後半戦というところですが、さあイエモン選手のシールドが分厚いですね。3人振っているので、イエモン選手のシールドを、レジデンスの方は率先して壊していきたいところですが、さあ3対3追いついた。さあイエモン選手、これは最後のシールドですかね。さあ1点リード。さあこの1点差をシールドで守りきることができるか。残り10秒。さあレジデンス、さあ1点取った。さあ1点リードして、おっとこれまさかの展開ですね。最後に連続得点をしてレジデンスが試合巧者マックス・ファクターを撃破しました。さあ、次の試合ですが、レッドサイドが、パミューパミューパミューファクター、ブルーサイドが AWH という対決になります。これかなりですね、実況流せのチーム名ですね。
さあ、パミューファクターの方は、1人がマックスファクターの選手ですね。翔吾選手は、マックスファクターに所属しているプレイヤーですね。対する AWH の方は、先ほどプレイレクチャーを受けてたので、もしかしたら初波動かもしれないですね。さあ、早川選手とチャン選手、さあ始まりました。パミューパミューパミューファクター、パミューファクター対 AWH ですね。さあ、さすがパミューファクの方はまだ点取っていきますね。さあ、 AWH の方はちょっと1点取ることができるんでしょうか。もうキャーキャーいて逃げ回ってる感じですけどね。さあ、1点取った。さあ、1点取って歓声が上がってますね。さあ、対してファミパクの方は冷静に1点1点重ねていきますね。容赦ないですね。さあ、翔吾選手は得意の3322というパラメーターですね。さあ、 AWH の方もう1点ぐらい取っておきたいですね。さあ、取った。さあ、残り15秒というところで、さあ、もう1点ぐらい取れるでしょうか。さあ、パミューファクの方も容赦ないですね。得失点差とかの可能性もあり得るんで、ここは取れるところは取っていかないとっていうところがあるんでしょうか。さあ、2対17で、パミューファク、パミューパミューパミューファクターの勝利です。さて、次の対決が、レッドサイドがデュオ、ブルーサイドが、ミニトールという、ペア同士の対決です。さあ、デュオの方は、はい、30秒終了です。新しいプレイヤーですかね。ミニトールの方は、チーム花より酒よりコウちゃん選手とミキティ選手という、大と小で、それでミニトールですね。さあ、デュオ対ミニトールの試合が開始です。さあ、ミニトールの方はもう経験積んでいる、プレイヤーですので、かなり優勝候補に近いようなプレイヤーなんじゃないでしょうか。さあ、そのミニトールに対してデュオがどういう戦い方できるかというところですが、序盤は3対0でミニトールリードですね。さあ、デュオの方はちょっと食らいついていきたいですね。さあ、まずは1点取っていきたいところですが、さあ、1点取りました。さあ、デュオの方は3-3-3-1、2人という形ですね。さあ、まあ、3-3-3-1は初心者にとっても非常に扱いやすいパラメーターなので、パラメーターの選択は、まあ、なかなかいいんじゃないでしょうか。さあ、残り20秒というところで、さあ、10対3でミニトールが7点リードです。さあ、デュオ、さあ、5点まで行きたいところですね。さあ、あと1点、さあ、取りました。さあ、ここで終了、12対5でミニトールの勝利です。さあ、デュオもなかなかいい動きしてたんで、次の試合が楽しみですね。さあ、次の戦いは、レッドサイドがリトワズ、ブルーサイドが、ビレックスゲームズという戦いです。さあ、始まります。レッドサイドリトワズ対、ブルーサイドビレックスゲームズ。さあ、先制点取るのはどちらでしょうか。さあ、伊藤は先制点ですね。さあ、ただビレックスゲームズも非常に強い2人が、ペアを組んで臨んできているので、さあ、いい戦いしてくれると思うんですが、さあ、点差は3対0で伊藤はずがリードを奪ってますね。
さあ、ただ徐々に追いついてきて2対3。さあ、さあ1点追加して、はい、4対5というところで後半戦ですね。さあ、ユーリ選手がシールドやや上手、2-3-3-2というステータスですね。生命選手が3-3-3-1。さあ、接戦ですね。さあ、2点リードはいとわず。さあ、間もなく残り20秒というところで、さあ、終盤どういう展開になるんでしょうか。さあ、1点ずつ取り合って6-8。さあ、ビレックスゲームズ逆転することができるか。さあ、1点差、残り10秒。さあ、追いついた。ここで8-8、同点。さあ、リード。さあ、このまま終わるのか。さあ、1点追加して10-8でビレックスゲームズが逆転勝利、見事逆転勝利を収めました。惜しかった、最後の最後に逆転の勝利となりました。8-10で、はい、でレッドサイドアヒル組もさあ次の試合ですが、レッドサイドはアヒル組、ブルーサイドが、レジデンスというような試合になっております。さあ両チームともこの戦いが2戦目ですね。どちらも初戦は、勝利してこの2戦目に臨んできています。はい、終了。さあ、レッドリーの方大丈夫、ありがとうございます。それでは行きましょうか。レッドサイドアヒル組 VS ブルーサイド、始まりますね。レッドサイドがアヒル組、ブルーサイドが、レジェネンス、元ノーンの金の亡者。さあ、先制点いきなり4枚抜きですね。アヒル組のショウ選手が4枚抜きで KO を奪いました。大会史上最も若いこの組み合わせの試合、さあ、レジデンスが逆転してリードを奪っていますね。3-1。さあ、非常にパラメーターも攻撃的なパラメーターでしたね、レジデンスの方が。波動レジもね、本当にほぼほぼそんな変わらないと思うんですね。両チームとも本当に比較的新しいチームで、特にアヒル組の方は本当に最近始めたんですけど、さあ、本当に練習量が多いので、かなりいい試合になるんじゃないかと予想しているんですけども、その通りですね。3-5、2点差ですね。さあ、1点リードに1点追加して3-6。さあ、白組の方が強いですね。リッキー選手が 6K を奪ってますね。新生の先輩として、そしてハゾの先輩としても、さあ、レジェンスの方も追いついていきたい。さあ、3点差、さあ残り10秒。さあ、残り5秒で、さあ残り2点、ぶつけるか。さあ、ここで終了。さあ、7-9でアヒル組の勝利です。さあ、次の試合ですが、レッドサイドが AWH、ブルーサイドが、楽しいアスという試合になっております。僕は初めてですね、女性だけの試合を見るのは。さあ、こちらはですね、女性ペア同士の対決ですね。さあ、残り10秒です。さあ、AWH の方は初戦負けてしまっておりますね。楽しやすの方は、初戦エトワズ相手に勝利を収めておりますね。さあ、この女性対決を制するのはどちらのチームなんでしょうか。さあ、始まります。レッドサイド AWH VS ブルーサイド楽しやす、女性ペア同士の対決です。さあ、先制点は楽しやすですね。さあ、シールドもしっかり貼って、なかなか、しっかりとした戦い方できてますね。さあ、どうしたでしょうか。ちょっと楽しやすの方、ちょっと腕のデバイスが取れてしまったようですね。さあ、ただそれでも点差は4-2、リードを奪ってます。
さあちょっと林千佳選手がうまくデバイスが装着できてないでしょうか。大丈夫でしょうかね。さあそれでも点差は8対2で大量リードを奪ってますね。さあプレイヤー5番の選手が、一人で奮闘しているような形ですが、さあ林選手もしっかり復活できましたかね。さあこのまま大量リードで試合終了です。さあ14対3で楽しやすの勝利です。さあ次の戦いですが、レッドサイドがミニトール、ブルーサイドが、WHP という対決です。さあ始まります。ミニトール対 WHP という対決です。さあミニトールの方は初戦勝利しておりますね。 WHP の方は初戦敗退しているので必勝を目指して頑張っていただきたいですが、さあ先制点取ったのはその WHP ですね。さあすぐ取り返して逆転。ミニトールさすが、経験者ですので、ここからさらに点を広げていくんじゃないかなと思うんですけれども、さあシールドを貼っていますね。さあただ WHP の方しっかりついていってますね。WHP の方は、今大会が初めての大会という形かなと思うんですけれども、試合経験積んできているミニトール相手にしっかりと食らいついてますね。さあ3対5。さあ残り20秒というところで、さあ WHP を追いつくことができるでしょうか。さあただそうですね、しっかり後半戦点重ねていくのはミニトールの方ですね。さあなかなかスピード2というパラメータだとなかなか経験者相手だと通じにくいかもしれないですね。さあこのまま終了で4対9、ミニトールが勝利しております。さて、次の試合ですが、レッドサイドがバチバチスタンガ、ブルーサイドが、パミューパミューパミューファクター、略してパミューファクですね。それでは試合の方を始めたいと思います。お願いします。さあ始まります。レッドサイドがバチバチスタンガ、ブルーサイドが、パミューファク。さあ先ほど横縦1列でですね、やるフォーメーションを出したバチバチスタンガですが、今回はなかなかジャンプをしながら戦うという奇策に出てきてますね。さあ今度は寝転びながら攻撃、ただちょっと機動力がないですね。さあバチ、さあはなかなか面白いことしてきますね。これもビギナーズカップの醍醐味と言えるんじゃないでしょうか。さあパミューファクの方はしっかりと当てて点を重ねていきますね。さあ5対0。さあちょっとバチスタの方は疲れが出ますかね。普通に立って普通の波動プレーをしてますが、さあただ1点も取れない。実況中に話しかけちゃダメだぞ。さあ残り15秒。さあ点は10対0。さあパミファクの方は得失点差とかを考えるとなかなか手は抜けないですね。さあこのまま1点も取れず終了、11対0でパミファミファミファクターの勝利です。バチスタは作戦を考え直してください。さあ次の試合ですが、レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがリオという戦いになります。
さあマックスファクターの方は、初戦レゼデンスに、惜しくも敗退しておりますね。対するデュオの方も、ミニトール初戦戦いまして、5対12で敗れております。さあ先に1勝を挙げるのはどちらのチームなんでしょうか。さあ始まります。レッドサイドマックスファクター、ブルーサイドデュオ。さあ試合開始です。さあ出ましたね、神さん選手のジャンプしながらシールドを張る課題ですね。さあ4-3-2-1、3-3-2-2という、マックスファクターの方のパラメータですね。さあデュオの方もですね、初戦敗れはしたんですが、なかなかいい戦いしてたなという印象があるんで、この試合もなかなかいい試合見せてくれるんじゃないかなと思ってるんですけども。さあ点差はさすがマックスファクターというところでしょうか。1対5でマックスファクターが4点リード。さあ残り40秒後半戦というところですが、さあ点を重ねて両チーム点重ねていきますね。さあ3対8。さあ残り時間がまもなく20秒となります。さあまもなく20秒ということで、点は4対11と8点のリードですね。さあデュオの方ももうちょっと点を取っておきたい。さあいいですね、前後に動きながら攻撃をしていますね。さあただ、さすがマックスファクター試合巧者ですね。6対14で、マックスファクターの勝利です。さあ次の対決ですが、レッドサイドミトワーズバーサスブルーサイド AWH という対決です。はい、ではレッドサイドミトワーズバーサスブルーサイド AWH の試合始めたいと思います。両チームともにレッドお願いします。ではただいまです。さあ試合開始です。レッドサイドがミトワーズ、ブルーサイドが AWH という対決です。さあ試合始まりました。さあ、先手取ったのはイトワーズが2対0とリードしております。さあ AWH、 さあ1点取りましたね。さあただ点はかなり広がっちゃってますね。さあチャン選手が銃振り切れてないですね。 4-2-2-1 とちょっと不利な戦いになってしまってますね。まあそのあたりもちょっと初心者ならではというところなんでしょうか。さあ伊藤さんの方は容赦なく攻めてますね。3対15。このまま一気にポイントを取ってくる。さあ AWH 少しでも1点でも多く取って帰れるぞ。ただ左 KO2 つ取りましたね。5対16。さあここで終了。5対17で伊藤の勝利です。ただ今までのゲームよりも、AWH の方は点を多く取れましたね。さあ次は注目の一戦ですね。レッドサイドがアヒル組、ブルーサイドが、ミニトールという試合です。両チームともここまで、2勝0敗という形ですので、決勝トーナメント進出に向けてこの一戦大事な一戦になるんじゃないでしょうか。それでは試合の方始めたいと思います。お願いします。さあ試合開始です。アヒル組 VS ミニトール、さあ2勝0敗同士の対決です。さあ先制点はアヒル組ですね。
3331、2431というアヒル組、2341、3331という、ミニトルの対決ですね。さあどちらもシールドには振っていないですが、これ今後シールドどうやって展開していくんでしょうか。さあここでミニトルの方が2枚展開してきましたね。さあ4対3、1点リードはミニトル。さあただすぐ追いついて4対4。さあ間もなく後半戦というところで、さあ逆転してリードを2点差に広げるアヒル組ですが、さあここでシールド展開していく。さあアヒル組試合運びもなかなかうまいですね。さあ次の1点大事ですが、どちらに入るんでしょうか。さあ残り20秒。さあ次の1点入ったのはアヒル組。さあ残り間もなく10秒というところで、さあ3点差ミニトール追いつくことができるんでしょうか。さあ1点差、さあ最後落とすことができるか。さあ追いついた。さあここで今大会最初のオーバータイムマッチですね。さあ最後見事集中攻撃をして1点取り返してドローに持ち込みました。さあオーバータイムマッチ開始です。さあシールド張っていきますね。両チームシールドをしっかり張って、さあもうシールドはないぞ。さあシールドの横から打つのか、壊してから攻撃するのか。さあなくなった。さあどっちが取る。さあ取ったのはアヒル組。さあシールド壊しきって最後点もぎ取ったのはアヒル組ですね。さあいい試合でした。さあ翔選手の活躍がすごいですね。いやアヒル組が勝った瞬間のね、この僕の後ろにいた人たちがね、やばいなって感じの空気が出てきましたよ。さあそれでは次の試合に行きましょう。続きまして第1ブロック第8試合、レッドサイドパミューパミューパミューファクター、レッドサイドビデッツゲームズ。いやこれもなかなか注目の試合ですよ。実は今第1ブロック1位2位はパミュパミュパミュファクターとビレッツゲーム、そこの直接対決ですからね。ここそして先ほどの試合で第1ブロックなんとアヒル組が1位になりました。2位はミニトールという状態です。さあなかなかね試合がねゴロゴロ動き出し始めました。さあここから試合いろいろ影響してくるのでね、皆さんぜひ目を離さずにしっかりね、あのこっちのフィールドでグダグダピクニックしてないんでねちゃんと試合見ていきましょう。はい、じゃあね、皆さん到着したら動作確認していただいて、確認取れましたらコネクトしましょう。コネクトでした人からエントリー、アジアの再生説をお願いします。強いんだけど本当に心配になるんだよな。俺が勉強してるの？してる？ちゃんとしてる？やめてよ、あの波動をやりすぎて受験失敗しましたってなったらマジでなんか本当にごめんってなっちゃうもんな。さあ次の一戦も注目の一戦ですね。レッドサイドが、パミューパミューパミューファクター、ブルーサイドがビレックスゲームス。さあ両チーム2勝0敗同士で挑むこの一戦ですね。決勝トーナメント進出に向けては落とせない一戦です。はい、
それでは試合の方始めたいと思います。うるさいのファミパク VS うるさいの、さあ間もなく始まります。レッドサイド、ファミファミファミファクター VS ブルーサイド BX ゲームズという対決です。さあ試合開始です。さあ先制点はビレックスゲームズ。さあ3331というビレックスゲームズに対して、ファミファクの方は3331、3322という翔吾選手お得意の、3322というパラメーターですね。さあ1点返して2対1。さあただ2点追加して4対1と、3点差のリードを奪っていきますね。あ、強いですねビレックスゲームズ。さあただここで2枚目のシールドを、翔吾選手出している間にここで点を重ねていきたい。あ、ただシールドの対処も早いですねビレックスゲームズの方。さあ前衛の翔吾選手、あ、じゃないですね、前衛の、生命選手ですねビレックスゲームズの方、非常に動きがいいですね。ヒットレートも高いですね、 56% 前後というところで。さあなんとか生命選手を止めないとなかなか手がつけられないというところでしょうか。さあ強いですねビレックスゲームズ。さあここで試合終了、15対3でビレックスゲームズ勝利です。さあ生命選手のポイントがすごいですね、高いですね、7280。ヒットレートも 54.54% と非常に高いですね。さあ次の試合ですが、レッドサイドがデュオ、ブルーサイドがレゼネンスというペア同士の戦いです。さあブルーサイドのレゼネンスの方は1勝1敗、レッドサイドの、デュオの方は、0勝2敗という形ですね。ただデュオの方はなかなかいい動きしているなと思うんで、レゼネンス相手に1勝をもぎ取ることができるんでしょうか。さあ試合開始です。さあ先制攻撃していたのデュオですね。さあただ点を取ったのはレゼネンス。さあトントンと取って3対0ですね。さあ矢田選手しっかりシールドを展開しながら落ち着いて攻撃していくような展開ですね。さあ5対0。さあデュオの方はもうこれ以上点差広げられずに食らいついていきたいところですが、さあちょっとデュオの方ももっと動いた方がいいですね。さあまずはヤナ選手のシールドを壊すのも必要かなと思いますが、さあヤナ選手ここで最後のシールド展開ですね。さあシールド3なのでやはり率先して協力して壊していかないとなかなか一方的にやられてしまいますね。さあ点は12対4、残り10秒というところで13対4。さあこのまま試合終了、15対4でレジデンスの勝利です。さあここで対戦表を見てみましょう。さあ第1ブロックの方がですね、現在1位が3勝0敗でビレックスゲームズ、2位が、ファミュファミュファミュファクターが2勝1敗で現在2位につけているという形です。さあただ、タノシアスもですね、現在3位タノシアスも、まだ2試合しか行ってなくてですね、2勝0敗という形ですので、今後の結果次第で、上位に食い込んでくるんじゃないでしょうか。さあ第2ブロックの方は、現在1位がアヒル組ですね、3勝0敗ですね。
2位がレゼネンス2勝1敗、ただ3位のミニトールもですね2勝1敗で、得失点差で惜しくも現在3位という形ですので、まだまだこれからの試合展開によっては分からないですね。4位のマックスファクターもまだ現在2試合で1勝1敗ですので、まだまだ可能性は高いと思いますので、ぜひ後半戦頑張っていただきたいと思います。さあ、次の試合ですが、レッドサイドが、バチバチスタンガン、ブルーサイドがタノシアスという一戦になっております。さあ、タノシアスの方は、現在2勝0敗ですので、決勝トーナメント、上位進出狙うにはですね、ここの一戦なるべく多く点を取って勝利したいところですね。さあ、一方バチバチスタンガンは次はどういう作戦で挑んでくるんでしょうか。さあ、勝って1列になってますが、さあ試合始まります。レッドサイドバチバチスタンガン、ブルーサイドタノシアス。さあ、注目のバチバチスタンガン戦い方ですが、さあ、あんまり1戦目2戦目と変化ないですね。さあ、パラメータも1531と5131と、なかなかトリッキーな戦い方見せてきますが、ただ点数は2対2でいい勝負してますね。さあ、楽しやすとしてはここ点差広げて勝ちたいところですね。得失点差のことを考えると10点差以上つけたいなというところですが、さあ徐々に点差は広がっていきますね。6対3。あとバチバチさんがプレイヤー3番の方はこれちょっとフラフラしながらやってましたが、ちょっと水拳ですね。さあ、ただいい勝負してますね。8対5。さあ、タノシアスの方もうちょっと点取っておきたいところですが、さあ残り5秒というところで点重ねることができるか。さあ、ここで終了。11対5でタノシアスの勝利です。さあ、次の対決ですが、レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドが WHP という対決です。それでは行きましょう。お願いします。さあ、試合始まります。レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドが WHP。さあ、試合開始です。さあ、バックサッカーの方が 3-4-2-1-3-3-3-1 というステータスですね。リオの方、WHP の方が 2-3-4-1 が2人という戦い方ですが、さあ、先制点取ったのがマックスバッカー。さあ、ただ一気に点取って、ただ追いつかれて2対2同点ですね。さあ、 WHP の方は試合重ねるごとにどんどん強くなっている印象がありますので、マックスファクター相手にどういう戦い方をしているでしょうか。さあ、点は3対5でマックスファクターが2点リード、さあ1点重ねて3点リード。さあ、残り30秒というところで、WHP が食いついていけるでしょうか。さあ、マックスファクターの方は、イエモン選手がしっかりシールドを張って、さあ、ここで重ねて張って、さあ、防御体勢ですかね。さあ、ただですね、 WHP 動きはすごくいいんですが、さあ、経験の差でしょうか。マックスファクターがここで5対12で勝利を収めています。さあ、次の試合ですが、レッドサイドがイトワズ、ブルーサイドがパミューパミューパミューファクターという対決です。
さあここまで、糸和津が1勝2敗、パメファクの方が2勝1敗という結果なんですけれども、決勝トーナメント進出に向けてはですね、糸和津の方はもう確実に落とせないですね。ファミファクの方も、まだ上に2人 2組ですねいるので、ここ落とせないですね。さあ糸和津 VS ファミファク試合開始です。さあ沢野選手がシールドをまず展開していきますね。さあ総合選手は3313とシールドにいつもより多く振った戦い方してきてますね。やはりこの人はシールドを使ってきますね。さあ2枚目展開。さあなかなかシールドを出している間に点が取れてないんですけどね、後半ちょっと厳しくなってしまうんじゃないでしょうか。さあ3枚目早くも展開してきましたね。さあ点差はさあ追いついて3対3。さあこの間にリードを奪っておきたいところですね。さあ糸和津の方もシールドを合わせていって、なかなかいい戦い方をしてるんじゃないでしょうか。さあ点差は残り20秒というところで4対4。さあ次の1点大事になってきますが、さあここでシールドを展開しながら戦うのが糸和津。さあ次の1点どっちに入るのか。さあ糸和津入った。さあ追いつくことができるか。さあここで終了、4対6で糸和津がこの接戦を制しました。さあ次の試合ですが、レッドサイドがリオ、ブルーサイドがアヒル組という対決です。ちょっと有利。はい、で最後の検査の終了です。大丈夫ですかね。さあここまで、リオはまだ1勝もできず、対するアヒル組はここまで全勝という2チームの対決ですが、リオがアヒル組に土をつけることができるんでしょうか。さあ試合開始です。さあお互い4枚抜きを押し合って1対1ですね。さあ両の方が3331が2人、アヒル組が2431と3331という戦いですが、おっと両が大量リードですね。さあデュオは本当初心者ではあったんですが、やはり試合をするたびにコツをつかんできてるんでしょうか。まさかまさかのここまで全勝、アヒル組相手に現在リードを奪っているような展開ですね。さあすごいですね。さあ間もなく後半戦40秒というところで点差は8対4と、さあ4点差リードをつけてますね。さあちょっとこの展開には会場も今どよめいているところですが、さあどうするんでしょうかね。さあ残り20秒来たところでまさかの14対6と大量リードを奪っているのがデュオ。さあ最後シールドも貼る余裕を見せつつ、さあ強いですね。さあここでまさかの点差でデュオが17対9でアヒル組に勝利しました。さあニャンコ選手はすごいですね。12KO。 さあ次の対決が、レッドサイドがバチバチスタンガン、ブルーサイドが AWH という対決です。どうやらこの両チームは友達同士というところでですね、まだどちらも1勝できてないんですけども、さあ友達同士の対決で1勝をもぎ取るのはどっちのペアなんでしょうか。
さあ、あとはこのバチバチスタンガンがどういう作戦で挑んでくるか、さあ楽しみですね。さあ始まります、バチバチスタンガン対 AWH、 試合開始です。さあ先制点は AWH。 さあバチバチスタンガン、どういう作戦なんですかねこれは。さあ前後に分かれてゆっくりと左右に動きながら攻撃をしていますが、さあただ点は取ってますね。さあ AWH もさあしっかりと狙いを定めて点を取ってほしいですが、さあでも点は取ってますね、3対5。さあ頑張ってください。あと横子ともに負けないでください。いいですね、 AWH ちょっと負けずに頑張ってほしいです。さあ1点差。さあ追いつきました。さあちょっとバチバチスタンガン、これは焦ってきたんじゃないですか。さあ残り15秒。さあ追加点はバチバチスタンガン。さあ AWH 追いついてほしい。さあ余裕のバチバチスタンガン寝転びながら最後フィニッシュです。さあ6対9でバチバチスタンガンが勝利です。この勝負レッドサイドバチスタの勝利です。おめでとうございます。さあ次の対決はレッドサイドマックスファクター、ブルーサイドがミニトールという対決です。こちらどちらも2勝1敗同士という今までの結果ですが、そろそろ決勝トーナメント進出の行方が気になってくるところですね。もう負けられない対決になってきていると思います。さあレッドサイドマックスファクター、ブルーサイドミニットール、試合開始です。さあ上さん選手のシールドですね。さあジャンプしながらのシールド展開してきますが、さあ3331、4321というマックスファクター、3331、2341というミニトールですね。ややチャージに振っているのがミニトール、攻撃に振っているのがマックスファクターというところでしょうか。さあ3対2でマックスファクターが1点リードでしたが、すぐ追いつく。さあ逆転して4対3。さあいい対決ですね。さあ5対4。さあミニトールの方は後半どういうシールドの使い方をしてくるかですね。さあちょっとコーチャン選手シールド出そうとしたが出せなかったかな。さあ点は同点。さあ追いつく、6対6。さあ残り10秒というところ。さあ1点取ったのはマックスファクター。さあ取り返すことができるか。さあおっとここで点を取り合って8対8ドロー。さあこれもすごい戦いになりましたね。さあここまでミニトールはまだシールドを出していないので、さあどういう試合展開してくるか。さあやはりシールド出していこうというところですが、コージャン選手がちょっとシールド出せてないですかね。さあもう攻撃に切り替えていく感じですかね。さあ1点取るのはどちらだ。さあ取った。さあ取ったのはミニトール。さあ見事この接戦制したのはミニトールです。さあ次も注目の一戦ですね。全勝同士の対決です。レッドサイドがビレックスゲームス、ブルーサイドがタノシアス。
さあここまで無類の強さを誇って勝ってきているビレックスゲームズ、対して女性ペアながら強敵を次々と撃破してここまで来ている楽しい足という対決ですね。さあ全員準備 OK ですかね。ありがとうございます。それでは試合の方始めたいと。さあ間もなく試合が始まります。さあビレックスゲームズ対楽しい足、試合開始です。さあ先制点はビレックスゲームズですね。さあサノシアスの方がシールド展開していきます。さあ3-3-3-1-2-3-4-1というサノシアス、3-3-3-1が2人というビレックスゲームズですね。さあやはりビレックスゲームズ強いですね。序盤は圧倒的に制していますね。さあ1点返しましたが、さあここから追いついていきたいサノシアス。7-1、やはり強いな。よっしゃ、ここで一気に超えたとか。7-3、4点差。さあ後半戦で点差詰めることができるか、楽しいやつ。今のところ全勝ですからね。実力が確かですよ。さあ8-3。いいですね。サノシアスの方はもうちょっと前後の動きを取り入れていくと、より避けながら攻撃をしっかり当てられるんじゃないかなと思うんですけども。さあ点差は広がりますね。さすがビレックスゲームズ強いですね。さあここで1点最後に取って終了ですね。4-15でビレックスゲームズの勝利です。生命選手が非常に高いポイントを獲得してますね。さあ MVP も総なめですね。さあ次の試合がレッドサイド、レゼデンス、ブルーサイドが WHP という対決です。さあここまで、レゼデンスが2勝1敗というところでですね、決勝トーナメント進出に向けては、これ以上は落とせないというようなポジションですね。さあ対する WHP は、まだ1勝もできてないんですけれども、こちらのチームも、初心者チームではあるんですが、試合を重ねるたびにどんどん上手くなっている形がありますので、レゼデンス相手にいい勝負できるんじゃないでしょうか。さあレジェネンス対 WHP 試合開始です。さあレジェネンスは落とせない戦いですし、なるべく点差を広げて勝っておきたいところですね。さあただいい勝負してますね。3-3。ヤナ選手非常にヒットレート今のところ高いですね。いいですね。動きがレジェネンスの方はフィールドを非常に大きく使っていい動きをしてますね。やはりそのあたりが、ここまで好成績を残しているところなんじゃないでしょうか。さあパラメータは 3-4-2-1 と 2-3-4-1 というレジェネンス、3-3-3-1 2人というWHP ですね。さあやはり後半、差が広がっていきますね。3-11。さあシールドも展開しながら、しっかり守りつつ最後まで点を取っていこうという戦い方ですね。さあ強いですねレジェネス。さあ点差は広がっていってでここで終了。3-17。さあ点差をつけてレジネスが見事勝利です。さあここで対戦表を見てみましょう。さあ全チームあと1戦残したというところ残しているというところで、第1ブロックの方が現在1位が、全勝でビレックスゲームズが現在1位ですね。2位が楽しい足に3勝1敗、3位がアメパンタメファクターで2勝2敗、4位糸
トワーズも2勝2敗ですね。さあここまでは、まあビレックスゲームスはもう勝ち上がり決定ですかね。さああとは楽しやすアミューファク、イトワーズ、ここがどこが勝ち上がるかというところですね。さあ第2ブロックの方はこちらも混戦ですね。1位が、レジデンスで3勝1敗、2位のミニトールも3勝1敗、3位のヒル組も3勝1敗、というところで、現在その3チームが有力ですが、まだ、4位のマックスファクターにも可能性が残されているというところでしょうか。さあ次の試合がレッドサイドイトワーズ、ブルーサイドがバチバチスタンガーという対決です。さあイトワーズとしてはこの試合決勝トーナメントへの望みつなげるためにも大量リードで勝利を収めたいところですね。それでは試合の方を始めたいと思います。お願いします。レッドサイドイトワズ対ブルーサイドバチバチスタンガン。さあ試合開始です。さあイトワズは 3-3-3-1 ですね。ブルーサイドバチバチスタンガンが 4-2-3-1 と 2-2-5-1 ですかね。そして今気づいたんですけど、前衛攻撃が逆になってますか。さあ点は2対4でイトワズリードですが、さあイトワズとしては大量リードで終えたいところですが、なかなかいい勝負になってますね。さあバチバチスタンガンの方は 2-5-2-1 ですね。さあスケールが大きく 2-5-2-1 というステータスですね。さあ得点は4-8。さあ後半戦イトワーズとしては点差を伸ばしていきたい。さあどこまで点差を広げることができるかイトワーズ。さあ4-12。さあ1点取ったのがバチバチスタンガン。さあこのまま終了5-14、9点差でイトワーズが勝利を収めています。レッドサイドイトワーズの勝利です。ありがとうございます。なんで急にそんな悔しがるんだよ。いや悔しがってますよね。さあ次の戦いは、レッドサイドはヒル組、ブルーサイドがマックスファクターという対決ですね。さあここまでヒル組が3勝1敗、マックスファクターの方が2勝2敗という形で、現在第2ブロックの方が3勝1敗が3チームいるというところでですね、まあマックスファクターとしては、まずアヒル組を倒して、決勝トーナメントへの可能性を残しておきたいというところですね。アヒル組の方はこれに勝利すると決勝トーナメント進出を決めることになると思います。はい、それでは試合の方を始めたいと思いますが、お願いします。レッドサイドアヒル組、さあアヒル組 VS マックスファクター、試合開始です。さあ試合経験が多いのはマックスファクターですね。さあイエモン選手が 2-3-2-3 というステータスです。さあただ若さとここまでの、ね、伸びがすごいですからね。アヒル組の方もいい勝負すると思いますが、さあ得点は現在3-2、マックスファクターが1点リードということですね。さあここでシールド展開してきますね。
さあこのタイミングで出してくるシールド。さあこの間にマックスファクターは点差広げていきたいところですね。さあヒュー組はまだ時間あるので壊しにかかった方がいいかなと思うんですが、さあ並んで6対6。さあイエモン選手ここで最後のシールド。さあヒル組は壊していきたいですね。さあ得点は7対6。さあ残り5秒。さあ1点もぎ取ることができるかヒル組。さあ逃げ切った。さあうまい戦い方ですね。後半に分厚いシールドを展開していってリードを保って、そのまま7対6でマックスファクターが勝利です。さあ次の戦いの前に、対戦表ですねちょっと見てみましょう。現在第1ブロック、ビレックスゲームスが、もうすでにこれは決勝トーナメント進出を決めてますね。さあ、2位争いなんですが、現在イトワズが、3勝2敗ですで、に、試合を全て終えております。そして次行われるのが、パミューファクター対タノシアスの戦いなんですが、この対決でパミューファクが勝利すると、3勝2敗でイトワズ含め3チームが並ぶという形で、その場合は得失点差による得失点差が多い方が、勝ち上がりということですね。次の対決でタノシアスが勝利すると、決勝トーナメント進出が決まりますね。さあ得失点差的に現在イトワズが19点、パミファクが12点、タノシアスが8点ということなので、タノシアスが次負けるともう勝ち上がれなくなりますかね。さあ次の試合パミファクが大量リードで勝利すると得失点差でイトワズを上回って2位通過という形になるでしょうか。さあ固い握手を交わして試合準備です。さあタノシアスの方は勝利が絶対条件、対するパミファクの方はこちらも勝利絶対条件ですが、なるべく得失点差を多く勝つというのが必要になってきますね。はい、エントリーはどうでしょうか。ありがとうございます。それではキャロを始めてみましょう。お願いします。さあ注目の一戦です。タミファク対タノシアス試合開始です。さあ先制点一気に4枚で来たのはタミファクですね。さあ点を取りに来てますね。マックスファクター3331と2341と、今までとはちょっと違うステータスで挑んできてますね。さあ得点は1対4でマックスファクターが3点リード。さあタノシアスはこれは絶対勝たないといけないので食らいついていきたいですね。さあただ点差は広がっていきますね。5点差。さあ40秒切って後半戦というところですが、さあマックスファクターとしてはもっと点差つけていきたいところですね。さあ楽しやす食らいついていけるか。これ20秒。さあ楽しやすもうちょっと前後に動いて、角度つけて攻撃とかをしていきたいところですが、さあやはりパミファク強いですね。さあ点差をどんどん広げて、さあここで試合終了3対18。さあ15点差をつけての勝利です。18対3で、さあ次の戦いは、
レッドサイドがリオ、ブルーサイドが WHP という対決です。さあ先ほどリオは、そこまで全勝だったアヒル組をなんと撃破するというですね、しかも9対17という大量点差で勝利するという見事な戦いを、見せてくれましたが、さあ次の戦い WHP 相手にどういう試合を見せてくれるんでしょうか。さあ WHP の方はまだ、勝利がないんですけれども、徐々にですね、いい戦い方ができているなと思いますので、いい試合を見せてほしいと思います。それでは今日も始めていきたいと思います。お願いします。さあ試合開始です。レッドサイドがデュオ、ブルーサイドが WHP。 さあ先手取るのはどちらでしょうか。さあデュオが1点取ってきましたね。さあやはりデュオはもう試合のたびにどんどん強くなっている感じがありますね。さあこの試合も WHP 相手に点を重ねていきます。さあパラメータ的には4人とも全て 3-3-3-1 という形ですので、純粋に殴り合いというか打ち合いをどちらが制するのかという戦いですが、さあ2対6。さあ WHP も後半に向けて差を詰めておきたい。さあそうですね、ヒットレートはどちらも同じような形なんですけれども、やはり球数の差ですね。やはり量の方がしっかりとチャージして球数多く出せてる感じがしますね。さあただ WHP も追いついてきてますね。さあ6対9。さあ1点重ねて、さあシールドも出してきますね。さあ6対10でリオが最終戦を勝利しています。ちょっと待ってくださいね。さあ第1ブロック最終戦ですね。レッドサイドが AWH、 ブルーサイドがビレックスゲームス。それでは試合を始めたいと思います。お願いします。AWH vs ビレックスゲーム試合開始です。さあいきなり4枚抜きでビレックスゲームスが先制点取りましたが、いいですね、 AWH もすぐ1点取り返しましたね。さあただビレックスゲームスもう1位通過を決めていますのでね、非常に強いペアですが、さあ AWH 1点でも多く取りたいですね。さあ間もなく残り時間40秒というところで12対3。さあ1点取りましたね。14対4。さあビレックスゲームス容赦ないですけれどもね。ビレックスゲームスの2人をダメップ、ダメップ。さあ間もなく残り20秒というところで、さあもう1点2点追加できるでしょうか。いいですね、あと1点取っていきたいですね。 AWH さあうまい。さあポイント取ってきました。 AWH 6点目。さあここで試合終了です。22対6でフィレックスゲームズの勝利です。さあ最終戦を前に、第2ブロックの対戦表も見てみましょう。さあ本当大混戦ですね。現在1位が、これから試合を行うレゼネンス3勝1敗、2位がすでに試合を終えているマックスファクターが3勝2敗、3位がこれから
試合を行うミニットールで3勝1敗、そして4位が昼組3勝2敗で、すでに全試合を終えているという状況ですね。現在もうすでに試合を消化しているアヒル組は、もう敗退が決まってしまってますね。次の試合で勝った方は勝ち上がり、負けた方は、マックスファクターとの得失点争いという形でしょうか。まあ、その場合ミニトールが負けると、まあ、得失点差下がってしまうのでマックスファクターが勝ち上がりですね。ですのでミニトールは勝利が絶対条件、レジェネスとしては得失点差が現在26ですので、勝ったら文句なし、負けても得失点差が少なければ得失点差で勝ち上がることができるという状況ですね。はい、じゃあこれが最後の試合です。行きましょう。レッドサイドミニットール VS、 さあ第2ブロック最終戦、レッドサイドがミニットール、ブルーサイドがレジェネス。さあ緊張の一戦が間もなくです。両チームともに頑張ってください。さあミニットールの方は勝利が絶対条件、レジェネスの方はたとえ負けたとしても、得失点差が少なければ得失点差でマックスファクターを上回って2位通過という形になりますね。はい、30秒計測終了です。さあ両チームとも非常に緊張が伝わってきますね。じゃあ行きましょう。さあ間もなく始まります。お願いします。第2ブロック最終戦、レッドサイドミニットール VS ブルーサイドレジェネス、試合開始です。さあシールド展開していったのはレジェネス。さあお互い1点ずつ取り合います。さあヤナ選手が今までよりシールド厚いですね。 2-2-2-4。 さあ 2-3-4-1 という五十嵐選手がいかに点を取れるかというようなパラメーターになりますが、さあ得点は3-2。さあ矢野選手シールド展開している間に点数を取ることができるでしょうか。さあ4-2。さあやはり試合運びうまいですね、レジェネスの方。さあここで並んだ。さあミニットールとしてはさあ勝ちたいですね。勝てば決勝トーナメント進出ですが、さあ1点差。さあ矢野選手の分厚いシールドを避けて五十嵐選手に狙いを定めてますが、五十嵐選手動きいいですね。30秒、点を取ることができるか。さあ点を重ねるのはレジェネスですね。7対1。さあ接戦でしたが、この試合を勝利したのはレジェネス。さあこれで予選ラウンド全試合が終了しました。第1ブロック勝ち上がったのが、1位通過は全勝ですね、フィレックスゲームス。2位通過が3勝2敗、得失点差を制してファミューファミューファミューファクターが2位通過ですね。さあ第2ブロックの方がこちらも接戦ですね。1位通過が4勝1敗でレジェネス、2位通過がこちら、得失点差の上制したのは3勝2敗マックスファクターですね。はい、それでは準決勝。さあお待たせいたしました。いよいよ決勝トーナメント始まります。さあまずは第1試合目ですね。よろしくお願いします。第1ブロック1位通過のフィレックスゲームスがレッドサイド、ブルーサイドの方には
第2ブロック2位通過のマックスファクター、決勝リーグね、となります。2本目、3本目とありますよ。場合によって3本目のことがあります。その間の3球の場合によって決勝トーナメントは今のような挨拶は特にありません。2セット選手の形式になります。なのでそれでは試合を始めていきましょう。皆さん一緒にお願いしますね。じゃあお願いします。さあ決勝トーナメント第1試合、それではいきます。1セット目が始まります。レッドサイドビレックスゲームズ対ブルーサイドのマックスファクターです。さあ、こちらどちらが本当勝つか予想つかないんですけれども、先制点取ってきたのはマックスファクターですね。さあ、すぐ取り返していきます。1対1。さあ、両チームとも非常に試合の進め方がうまいなという印象なんですけれども。さあ、1点リードは X ゲームズ。イエモン選手がシールド3で分厚いですね。 2-3-2-3 というパラメータ。さあ一方ユーリ選手もチャージを4にしているので、対応はできるんじゃないでしょうか。さあ得点は4-6、まもなく20秒というところで点差ですね。さあマックスファクター追いつくことができるでしょうか。さあ1点加算はビレックス。さあ3点差残り10秒というところで、さあ埋めることができるでしょうか。さあ点差は広がって5-9。さあ5-10。さあ試合終了5-10で第1セット目先取したのはビレックスゲームズです。ありがとうございます。では、それでは2本目いきたいと思います。お願いします。さあ、ビレックスゲームズ対マックスファクター、セット目です。さあ、ビレックスゲームズがこの試合勝利すると、決勝進出となります。さあ、先制点はそのビレックスゲームズ。さあマックスファクターの方はシールドなしですね。3-3-3-1と4-3-2-1という、パラメータをちょっと変えてきました。さあ1点返して1-2。さあこれもマックスファクターは落とせないので、もう攻撃に転じてきましたね。あしかし動きがいいですね、ビレックスゲームズの方は。さあユーリ選手の方が 2-2-4-2 とややシールドにできてますね。両選手ともシールド対策でしょうか、チャージを4にできていますが、しっかりエイム力があるのでそれでも点を取っていきますね。さあ残り20秒というところで3-6。さあまだ追いつくことは可能ですね。さあ1点1点取っていきたい。さあなかなかなか点が取れないですね。動きがいいですね。さあ1点返した。さあここで終了4-7でビレックスゲームズが勝利。この時点でビレックスゲームズの決勝進出が決定です。ビレックスゲームズの勝利です。おめでとうございます。ということで2敗日本選手決勝進出はビレックスゲームズ、おめでとうございます。はい、それではレッドサイドメッセージ。さあ決勝トーナメント2戦目ですね。レッドサイドが第2ブロック1位通過のレゼネンス、ブルーサイドが第1ブロック2位通過のパミューパミューパミューファクター、略してパミューファクですね。さあこの両チームどちらもシールドを使うのがうまいなという印象なんですけども、ヤナ選手とマックスファクターの方は翔吾選手ですね。こちらがどちらも、予選ではシールドをうまく使っていた選手なんで、この試合どういうようなパラメータ振りしてくるのか楽しみです。さあ決勝トーナメント、レッドサイドがレゼネンス、ブルーサイドが、パミューパックですね。試合開始です。さあ
さあ、ヤナ選手がやはりシールド貼ってきましたね。さあ、シールド3ですね。さあ、ショウゴ選手がシールド貼ってきてないですね。シールド振ってないですね。3331というステータスです。さあ、レジデンスが2点リードしましたが、すぐマックスパクターなので、カミパクですね、1点返します。さあ、矢野選手がシールドをここで2枚目のシールド展開していきます。1対4。さあ、この間に五十嵐選手が点をしっかり取っていきたい。さあ、カミパクの方はまずやはり矢野選手のシールドを壊していきたいところですね。さあ、レフトサイド、レジデンス強いですね。さあ、まもなく残り20秒というところで点は4対8。さあ、最後のシールドを展開してきました。さあ、シールドを集中していると五十嵐選手からの攻撃が来るという、なかなかゾーン2をうまく理解している戦い方をしてますね、レジデンスの方は。このままレジデンス逃げ切るか。さあ、強いですね。11対4。さあ、ここで試合終了、4対11。大差をつけてレジデンスが第1セットを先取しました。11対4でレジデンスの勝利です。おめでとうございます。さあ、全員エントリー完了しているようですね。それでは試合の方を始めたいと思います。お願いします。さあ、レジデンス対ファミファク第2セットです。さあ、レジデンスの方が勝利すると決勝へ駒を進めることになります。さあ、ファミファクは阻止できるか。さあ、先制点はレジデンス。さあ、やはりとレジデンスの方は今度はシールド2と3ですね。2人ともシールドを使っていこうという作戦です。対するファミファクの方はやはりショウコ選手が3人振ってきてますね。さあ、点差は1対2でレジデンスが1点リード。さあ、追いついた。さあ、レジデンスの方もやはりショウゴ選手のシールドをちょっと気にしたいところですね。とはいえ、中地選手もしっかりと動きながら点を重ねていくので、ちょっと同じような戦い方になってきてますが。さあ、点差は2対6。さあ、この戦い方やはり2枚のレジェネンスですね。さあ、五十嵐選手はシールド2に振ってますが、シールド使ってないですね。さあ、このまま試合終了、6対8で見事レジェネンスが2セット連取で決勝へ駒を進めました。決勝戦の前に3位決定戦を行います。レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがカミュカミュカミュファクター。どちらもマックスファクターの方々の対決になりましたね。さあ、3位に輝くと賞金1万円というかなり大きいので負けられない戦いですね。レッドサイドマックスファクター、ブルーサイドファミュファク、1セット目です。さあ、神さん選手いつも通りジャンピングシールド。さあ、先制点もマックスファクターが取ってます。さあ、イエモン選手がシールド3ですね。ショウゴ選手がいつも通りのシールド2という形です。ブルーサイドマックスファクターですが、今日の日は違う。ブルーサイドはファミファミファミファクター。さあ、点は1対3で、ただいま3対2と1点
マックスファクターがリード。ちょっと上のチーム名が非常に紛らわしいんですが、レッドサイドがマックスファクター、ブルーサイドがカミュカミュカミュファクターということですね。さあ点差は3対4で、さあ追いつきました、4対4。さあ残り30秒。さあ兵庫選手がシールド展開、イエモン選手もシールドを展開していきます。さあシールドを使わない選手の動きが非常に重要になってくる戦いですが、次の1点どっちに入るのか。さあ次の1点取ることができるのか。そのままさあ1点取り合って、さあここでドロー。さあいい戦いですね、マックスファクター同士の対決。先に1点取って、まず1本目の点数はどちらでしょうか。さあシールドの残り具合が、さあここでカミさん選手が出してきましたかね。さあだが取ったのはカミファクの方ですね。さあ1セット目先取したのはカミファクです。はい、7対8でブルーサイドマックスファクターの勝利です。おめでとうございます。それでは2問目始めたいと思います。お願いします。さあマックスファクター対カミュカミュファクター1セット目です。スタート、ファイト。さあカミさんがシールドを展開していきます。さあ翔吾選手がシールド2に振っている場合は、他のプレイヤーは全てシールド1ですね。さあマックスファクターの方はシールドを使わず攻撃重視のパラメータになってきましたね。さあ点は2対2同点。さあ翔吾選手がシールド展開。さあイエモン選手がすぐシールドの処理に図りますね。さあ3対3の同点ですね。さあ最後のシールドですね。さあ早くこれを処理して攻撃に結びつけたいところ。さあ点差は同点。さあ1点リードはカミファク。さあ後半攻撃力を失してマックスファクターが逆転していきたいですね。さあ6対5。さあ残り15秒。さあマックスファクターが追いつくことができるか。さあ2点差。さあ追いついた。さあ一気に4枚抜きを連続で決めて、さあ最後の1点取って、さあ逆転勝利。マックスファクターが1本取り返しました。この勝負レッドサイドマックスファクターの勝利、おめでとうございます。それではラスト1本いきましょう。お願いします。さあ3位決定戦3セット目までもつれ込みましたが、さあこのセットを取った方が3位ということになります。マックスファクター対カミファク。さあ先制点はマックスファクター。さあやはり翔吾選手がシールド2ですね。マックスファクターの方はセット目と同じような攻撃重視のパラメータです。さあ2点先取しているマックスファクター。さあカミファクの方はシールドを駆使しながら、やはり、この間に点を取っていきたい。カミファクの方でラインアウト、ラインクロスが見えます。さあカミファクの方は序盤でリードを奪っておきたいという目論みだと思うんですが、展開は逆の展開になってますね。マックスファクターがリードを広げていく状態です。さあ2対6。さあ翔吾選手はこれは最後のシールドですかね。展開していきます。さあその間に点差を詰めていきたい。残り20秒。さあ8対2、なんと6点も差がついております。さあ残り10秒というところで5点差、これはちょっと厳しいか。感覚、さあ3点差まで追い詰めた。さあ追いつくことができるか。さあここで逃げ切ります。マックスファクターがセットカウント2対1で勝利、見事3位に輝きました。はい、ということで今度こそ本当にですね、3位はマックスファクターです。おめでとうございます。
さあ、ビギナーズカップシャープ3、いよいよ決勝戦です。決勝に勝ち上がってきたのはレッドサイドフィレックスゲームズ、ブルーサイドレゼネスの2組が決勝で相対します。1本目決めたいと思います。まずは決勝戦第1セットです。フィレックスゲームズ対レゼネス、試合開始です。さあ、やはりヤナ選手シールドに振ってきてますかね。シールドを展開していきます。さあ、シールド3ですね。フィレックスゲームズの方もユーリ選手がシールド2に振ってきてます。さあ、2341と3331という、シールドプレイヤー以外のステータスですね。さあ、やはりフィレックスゲームズ非常にうまいですね。エム力が高いですね。得点力非常に高いです。さあ、5点リードです。さあ、1点返したレズネンス。さあ、後半に向けてゲットを詰めていきたい。残り40秒。さあ、今シーヤナ選手のシールド展開している間に点差を詰めていきたいですね。さあ、2対5、点差は3点。さあ、1点追加して4点差です。さあ、ユーリ選手もシールド2枚展開して、その間に点を取っていこうという形でしょうか。3対7、残り20秒。あ、やはりフィレックスゲームズ強いですね。さあ、残り15秒。さあ、次の第2セットに向けて活路を見出していきたいところですね。レズネスの方は。さあ、5点差。さあ、おっと、トントンと取って3点差。7対10でフィレックスゲームズが1セット目を制しています。10対7で、まず1本目はフィレックスゲームズ。2本目いきましょう。お願いします。さあ、レッドサイドフィレックスゲームズ、ブルーサイドレゼネス、決勝戦2セット目です。さあ、ユーリ選手がシールド展開。さあ、一方レゼネスの方は2人ともシールドを展開してきましたね。2と4という矢田選手がより厚く、五十嵐選手もシールド2でというパラメータで挑んできてますね。さあ、長い1点先制したのはフィレックスゲームズ。さあ、レジェンスとしては、そして矢田選手2枚目出しましたが、さあ、この間にリードを奪いたい。さあ、五十嵐選手もシールドを出していきたいところですね。さあ、うまく出せなかった。さあ、前に出たところを狙われましたね。さあ、やはりフィレックスゲームズの方が非常に4枚抜きの精度が高いですね。前に出てくるところをすかさずしっかりと、手につなげているところですね。さあ、点差は2対6で4点差。さあ、1点返して3点差。さあ、このまま試合終了になるんでしょうか。さあ、ここで試合終了。3対7で2セット目もフィレックスゲームズが勝利して、優勝は見事フィレックスゲームズが制しました。いいですね。いい。
次の大会でお会いしましょう。さようなら。